はい、こちら酒井養魚場さんの昭和サイズが16センチです。お願いします。はい、こちらも来たばっかは炭が結構かぶってて、あの鯉なんですけども、炭が固まるにつれていい模様が浮き上がってきました。昭和はですね、1ヶ月前と1ヶ月後では本当に変わってきますので難しいですね。紅白とかっていうのはもう模様ができた通りなんですけども、この顔とかの炭もですね、かぶっているとわからないことがあるんですけども、炭がだいぶ締まってきていい模様が浮いてきました。頭の模様も特徴的でいいです。はい、サイド、はい、中です。非常にいい模様で楽しみな一匹です。顔も大きい顔で、やっぱこの幅があっていいですよね。この背幅もグンとありますね。非常に小さいですが格好のいい鯉です。はい、ここでしょうか。はい、特徴的な少し奇抜な模様でね。そうですね、何とも言えないこの模様はここら辺がいいですよね。非常に太いです。ずっしりとしたイメージがあります。はい、いかがでしょうか。酒井養魚場さんの昭和サイズ16センチです。よろしくお願いします。